はいよん、こっちくらいです。プロスペースやっていきましょう。というわけで、まずは、昨日の生放送、たくさんのご視聴ありがとうございました。僕のこのチャンネル史上一番の同時接続、1万6000人のね、同時視聴というのが瞬間最高であったんですけれども、いや、本当にたくさんの方に見守っていただいて、応援いただいて、最後の戦いをすることができて、非常に嬉しかったんですけれども、まあ、結果としてはね、まあ、ちょっと昨日の動画まだ見てないよという方は見ていただければと思うんですが、まあ、なかなかにね、厳しい結果になりましたと。いうところで、まあ、その1点ずっと狙ってきたパットン選手狙いというところはね、一旦ちょっと終わりたいかなというふうに思っているんですが、まあ、それによってですね、一応オーダーの方も、これで確定いたしました。多分最後に紹介したところから変わっているのはこの浜口選手ぐらいかな。はい、浜口選手が侍ジャパンのものに変わりましたというところで、スピリッツが200上がって72,200というところまで上がってきたよと。で、まあ本当はね、このパットン選手が取れていれば、ソスピだけで73,000というところが見えていたんですけども、まあそこは残念ながら厳しかったですよというところなんですけれども、じゃあここからさらにね、このオーダーを強くしていく上で何をやっていくかというと、やっぱり称号チャレンジですね。はい。もう最後にやるのはこの称号チャレンジだけでしょうと。いうところまで来ましたので、今回は称号チャレンジやっていきたいと思います。ちなみにですね、生放送の方とかでもかなり特殊能力上げるべくやっていきましたが、最終的に特殊能力も360まで持っていくことができました。まあ、360に持っていくと何がいいのっていう方も多分最近始められた方だと思うと思うんですけれども、こちらですね、はい、特殊能力360以上で発動するコンボがございます。まあこれがね、なかなかに非常に、強いコンボになっていて、まあこれ出せるかどうかで非常に安定感が変わってくるので、まあ最終的にやっぱり出せてよかったかなというふうに思っております。ということで、今回はね、ここから称号チャレンジの方をやっていきたいと思います。まだですね、ベスト9タイトルホルダーとかで手に入れた選手たちにも全然称号チャレンジの方をやっていなかったので、もう今回はがっつり一気にやっていきたいと思います。多分総勢すると100回ぐらい称号チャレンジやるんじゃないかなと思っております。とりあえず行きましょう。じゃあそうですね、割とまず序盤、楽にいける選手からいきますか。そしたら、砂田選手からいきたいと思います。砂田選手はもうすでにね、9位と正級の同値っていうところに持っていけているんですが、さらに能力を上げて9位と正級の同値にすることもできて、まあそれが本格派っていう称号なんですよね。はい。このホスさんの本格派っていう称号をつけることができれば、まあ一番は理想かなというふうには思っていますので、まあちょっともったいない気もするんですけど、まあこの3枚だけで挑戦をしていきたいかなと思います。で、もうここは一応もう欲しい称号を取れてはいるので、0枚で、ラフに行きたいと思います。さあ、ちょっと後半戦極意書かなり使う可能性もあるので、序盤楽に行きたいと思います。お、永久期間。まあまあ悪くないんだけどな。悪くないんですけど、これだと9位型になっちゃうので、9位自慢にしときましょうかね。はい、9位自慢にしときます。続いて2回目。いや、本当はね、あそこね、今回もうずっとお話ししてますが、やっぱり星4をね、結構重要視したい。大きく捨てが上がる星4をね、重視したいというところあるんですけど、まあ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 。ちょっとコンボの部分もあるので、まあ、コンボとかの話はね、最終的にオーダーが全部固まった時にお話をしたいと思っているんですが、まあ、ちょっと後ほどの動画をお楽しみしていただければと思います。さあ、てかね、オーダーに関しても、まあ、ちょっとこの称号チャレンジをやりながら流れ作業みたいになってくるんでお話をしたいんですけど、ちょっといろいろコンボとかにまつわる話も、まあ、最近始めた方向けの部分もそうですし、あとはもうずっとやられてる方にも合わせてね、ちょっといろいろお話をしたい部分がね、ありますので、またちょっと1本解説動画作ろうかなと思っております。結構ね、オーダーのリクエスト多いんで、まあやろうかなと思ってます。はい。続いて三上選手いきたいと思います。三上選手も9位と正級の同値ができる選手なんですけど、今現状正級型にしているんですよね。なんですけども、元の能力が74-72で9位型のところを9位正級の同値にしたいので、となるとミスターコントロールが一番いいのかな。ミスターコントロールっていう称号が一番は理想かなと思います。かつ多分1回しか挑戦ができないので、どうしようかな。まあ1枚でいこうかな。今のこの称号も別に悪くはないので、いや嘘です、やっぱりガッツリ使います。5枚使っちゃいたいと思います。もう1回しかできないということを考えると、これでいきたいかな。いきましょう。さあ、5枚チャレンジ。砂田選手で集めた極意書ぶち込む感じですね。よいしょ。さあ、ミスターコントロール来い。本格派、これめー、これ砂田選手に来てほしかった。はい、ということで5枚使ったんですけど、残念ながらこっちは使えないので、針の穴を通す請求でいきたいと思います。まあいいでしょう、しょうがない。 OK。 いや、ちょっとここまであんまりうまくはまってないですが、どうしようかな。続いて大和選手いきましょうか。大和選手は今、電光石火ついているので別に悪くはないんですけど、まあ勝利の下が来たら勝利の下に変えたいかなっていう感じですね。じゃあ1枚でいきます。さあ、大和選手も何回やったか忘れたが、圧倒的なミート力、よく来るな、圧倒的なミート力。電光石火できます。
まあ電光石火っていう称号でね、まあ、前も言いましたけれども総力 A に危ねなっていますので、まあ悪くはないんですけどね、悪くはない、見た目的にも。ただここはまあできればスピリッツ上げたい。切り込み隊長、まあこの辺はね元から序盤ラフに行くつもりではいたので OK です。続いて梶谷選手、ここは今打撃を極めし者がついてますが、同じくここも勝利の者が狙えれば欲しいというところになってきます。1枚チャレンジでいきます。さあまずは星3以上引きたいですね。とは言ってもまあ星4は来ているので、もうあとは勝利の者だけなんですけども、連続切り込み隊長。梶谷選手もね切り込み隊長っぽいからね悪くはないんですけどね、早く怪我から戻ってきてほしいですね。いやーガチであんだけね厳しい結果になった分、称号で運が欲しいんですけども、どうでしょうか。強心臓、まあスピリッツを取る方であればここを行ってもいい部分ではあるんですが、僕は今回強心臓は切ります。打撃を極めしものでいきたいと思います。 OK、 まあ悪くはないんですけどね強心臓もね。さあラストいきましょう。3回目、お願いします。梶谷選手のラストは、いやー来ないな、星3以上の運がちょっと今日ないですね、なかなか1枚で。 OK、 まあしょうがない、まあまあ最初から星4ついてるとね結構気楽にいけるので、序盤頑張ってよかったなっていうところありますが、続いて柴田選手いきましょう。柴田選手も今電光石火ついてますが、まあ勝利の者がつければそこが一番いいかなというところです。さあ柴田選手1回目、お星3以上来たよ。バズーカ、バズーカっぽくないけど、どうでしょうね。まあこれは電光石火かな、柴田選手っぽい感じを考えると電光石火でいきたいと思います。はい、まあいいでしょう。さあ2回目、まあ星4は今来ましたけどね、1枚で連続で来い。お連続来た。さあ飛ばしやー、飛ばしやー。で結構最近よく星3以上確定どこで見極めてるのっていうコメントが非常に多くあるんですけど、音ですね。まあ前に一回比較用のコメント残したんですけど、この後ですね、ここの音、これが星3以上確定の音ですね。稲妻、いやーいい流れで来てんだけどなー、いい流れでは来ているんだけども、電光石火ですね。はい、あそこのカーンって音がちょっと甲高い音がした時が星3以上確定っていう、まあちょっとね地味な確定演出があるんですよね。さあラスト4回目、柴田選手の4回目、これがダメなパターンですね。はい、ちょっとしょぼい音がした時が星2以下確定っていう感じですね。ということで電光石火にしておきます。今日切り込み隊長率えぐいな。はい、どんだけ切り込み隊長してなんだっていう感じですが、まあいいでしょう。もうすでに1回星3はつけてるんですけど、この外選手いきたいと思います。はい、今現状ミートプラス3の称号がついているんですが、まあ星3というところなので星4かもしくは勝利の者っていうところが来てくれれば一番嬉しいかなというところでございます。多分まだ枚数はあるんですけど、一応ラスト1枚なので、星4つけたいな。5枚いきますか。ちょっと5枚もう外選手もあんま枚数ないんでぶち込んじゃおうかなと思います。いやこの外選手ね本当に獲得するの大変だったんでね、勝利の者つけたいですね。勝利の者星4、素晴らしい称号で頑張ってほしいと思います。いきましょう。さあ結構大胆なぶち込みチャレンジになってますが、さあどうでしょうか。電光石火、まあなんかあんま似合わないけどいっかな。はい、まあまあいいとしましょう。ミートプラス2、総力プラス2というところで星4がついてくれたので、まあよっきかな。うん、ちょっとミート1下がっちゃいますけどね、まあまあ OK かなと思います。はい OK、 まあ星4がついてくれたんでよしとしましょう。さあ続きまして、山崎選手まだあるかな。あ、 ありますね。 A ランクにもあるので、ここはでももう火の玉ボールがついてるので勝利の者1点狙いで極意書1枚チャレンジでいきます。さあ侍ジャパンに写真変更して1回目の挑戦。喧嘩投法違いますね。写真変更ね、まあ使ってる方も使ってない方もいると思うんですが、あんまり僕は普段動画とかだとちょっとスピリッツの関係が分かんなくなったりするので、あんまり写真変更したくないんですけど、まあ山崎選手このバージョンに関してはスピリッツ全く一緒、能力も全く一緒なんで写真変更してます。さあ安明ラストチャレンジ、請求自慢ということで火の玉ボールでいきます。まあいいでしょう、 OK です。さあこっからが結構重要な称号の選手が多いかな。とは言ってもまあ勝利の者星4狙いというところが多いんですけど、東選手いきます。東選手はかなり枚数あると思います。はい、11枚ありますね。まあ一番理想なのは魂の投球かな。はい、9位と請求の同値のまま79、79にできるこの魂の投球っていうのが
まあ、能力を上げる称号としては一番いいのかなというところでございます。で考えていくと、まあ1枚チャレンジもいいかな。1枚チャレンジでいきましょう。勝利の使者ないしは魂の投球、それ以外だとちょっと外すパターンになっちゃいそうですね。全力投球、全力投球、あーまあ悪くないけどな。9位 A に乗る悪くはない称号なんですけど、まあ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 一旦これにしておきましょう。9位 A 東選手かっこいいですね。これはなかなかあんまり持ってる人そんなに多くはないと思うんですけど、わこれかっこいいな。能力的にはめっちゃかっこいいけど、まあいいや、ちょっとこれだとコンボ崩れちゃうのでいきましょう。さあ2回目の挑戦。お、星さん以上来た。さあ火の玉ボール、これも悪くないけどもね、これも悪くないけども、はい、まあまあいいでしょう。とりあえず一回こっちにしておきます。ただ星4だともう魂の投球1点狙いですね。星さんなら勝利の使者頼む。それ以外だとちょっと外さないといけなくなってくるのできつくなってくる。頼む喧嘩投法。さあ頼む。極意書も枚数がどんどん減ってきてます。まあ一応ね、1枚チャレンジだと1枚返ってくるので結局キープなんですけど、圧倒的な請求、これだと逆に請求型になるんですよね。うーんって感じですね。難しい、なかなか決まらない。さあこの東選手も地引きはできましたが、まあまあベストナイトタイトルホルダー大変だったガチャで手に入れた選手なんでね、行きたいよ。技巧派、技巧派はあー惜しいやつ、まあしょうがない。さあ来い、本格派惜しい惜しい、いや惜しいよ。ニアピンはしてる、ホッサンは引けてる。カモン勝利の下、勝利の下、魂の投球、9位自慢、いやーなんかなんちゃら自慢がちょっと今日多いな。勝利の下、魂の投球、勝利の下、魂の投球、技巧派なんでや。いやー厳しいな、厳しい厳しい。ラストチャレンジいきましょう。これ失敗するともう称号を全部外さざるを得なくなるんで、もう最後5枚いこうかな。5枚いけます、お願いします。さあ来い、勝利の下、魂の投球、勝利の下、魂の投球。なんで技巧派なんだよ、いやマジで本当にひどいこれは。ということで、まあ東選手は多分称号こんだけやりましたけど外しますね。うわーもったいねー、マジもったいねー。まあでも一応東選手もまだね A ランクはあるんで、まあもしかしたら配信外でやるかもしれないですね。さあ続いてロペス選手いきましょうかね。ロペス選手は、まあ、ミートパワーの同値になってくれれば一番は理想ですが、別にそんなに同値狙いすぎなくてもいいところではあるので、コンボ的にはなので同値を狙うなら高級室だ、もしくはまああとはもう勝利の下ですかね。うん、高級室だか勝利の下っていうところになってくるかなと思います。いきましょう。まあもしくはミート型になるパターンでも一応悪くはないんですけど、13回チャレンジですね。ロペス選手はもうロペス選手0枚でいきます、とりあえず。さあ頼む、大砲、まあ大砲っぽいそれっぽいけど、ああこれミート下がっちゃうのか。まあこれは最終的にダメなやつですね。さあ2回目。ロペス選手もね昨日のあの生放送10万円ガチャでもかなり当たったのでまだあるっちゃあるんですが、おお来たー、2回目で勝利した、ありがとうございます。もうこれはこれでいいかな、ロペス選手はこれで。うん、0枚勝利の下は多分久々じゃないかな。オッケー、まあよかった、とりあえず1人勝利の下来てくれてよかった。いやオッケーです、ありがとうございます。こんだけやって勝利の下1回も来ないパターンもまあ一応なくはないんでね、よかったよかった。まあロペス選手ちょっとめちゃくちゃ余っちゃったけど、まあこれはなんかのタイミングで使いましょう。いつかね同値チャレンジ絶対決めないといけないっていう状況になるパターンもあるので、まあまあ置いときます。続いてこれいきましょうか。ベストナイン宮崎選手、ベストナイン宮崎選手はまあパワープラスさんができればミート A パワー A っていうね素晴らしい見た目の宮崎選手になるわけなんですけど、まあ12球団オーダー的にはそれが一番理想なんですけど、純正で考えていくと別にパワー A はねコンボ的にそんなに絡んでこないので、まあまあもちろんパワー A 狙えるのも一番いいので、バズーカかもしくはミスターフルスイング、ここができればパワー A に乗ると。ただまあ勝利の下っていうところが純正的には一番の強化になるんじゃないかなとは思ってますというところなんで、宮崎選手もまあ大量にあるんですけど、まあ0枚できますか。最初はちょっと極意書もだいぶ減らしてきたので、さあ宮崎選手も獲得大変でした。あ、圧倒的パワー惜しいな、これ79だよな。まあ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 惜しい、いい感じ。これがミスターフルスイングだったら神引きなんだけどな。
そうですね、まあ星2でもいいということを考えるとちょっと最初0枚で5枚ぐらいは使おうかな。さあ2回目、お星3以上来た。さあバズーカ、あ来たでしょ、来ましたね、パワー A、 オッケー。まあこれは星4の中で狙ってたところ、勝利の下の次に欲しい称号が来たので、まあ OK かな、 OKOK。 これはめっちゃかっこいい宮崎選手誕生しましたね。まあこれでもいいけどな、正直これでもいいんで、もうあと0枚チャレンジでもいいみたいなとこあるな。ちょっといやかっこいいわこれ、めっちゃかっこいい、これは永久保存したい。うん、まあいいでしょ、 OK です。じゃあこっからはもう0枚チャレンジで勝利の下をちょっと狙っていこうかな。さっきのロペス選手みたいに0枚で勝利の下っていう素晴らしいパターンを、おーコンタクトヒッター、宮崎選手らしいのはこっちですけどね。87までいくのか、ちょっと引かれますけど、さすがにバズーカできます。うわーミスターフルスイング、とりあえず宮崎選手はこれでラストでいいかな。ちょっと10枚余るっていう状況になりましたけど、あー打撃職人、とりあえずまあ一回これで戦ってみようかなと思います。うん、ちょっと勝利の下も追い求めたいところであったけど、ロペス選手に勝利の下もついたので、まあいいかな。パワー A っていう選手が増えたっていうところと、まあ見た目、単純な見た目のかっこよさでちょっと個人的にこっちが欲しいかなっていう感じなんで、うん、とりあえず一回これでやってみて、苦戦している感じだったら勝利の下も含めて狙ってまた称号チャレンジ再チャレンジしたいと思います。で続いて高木豊さんいきたいと思います。高木豊さんは1枚だけ S ランク、あ鍵かけてる、1枚だけ S ランクがあるので、それを称号チャレンジで使いたいと思います。でこの高木豊さんに関してはミートプラス1パープラス1ができればめちゃくちゃ見栄えが良くなるので、まあそこの部分か、もしくは勝利の下っていう感じですかね。一番の理想は具体的な称号で言うと、まあでも結構なんだかんだどれでもいける感じはあるんですが、アンダー製造機、打撃をケアメッシ、バズーカ、脅威のスラッガー、あとはスナイパー、飛ばし屋、この辺でも全然見た目は良くなるのかなっていう感じですね。まあもうこれは当然5枚チャレンジですね。もうここはケチる意味がない、ケチる理由は全くもってありません。5枚でいきます、頼む。逆にいらない称号の方が少ないレベルなんでね、頼みます、お願いします。ちょっとフラグみたいなこと言ったけど頼むよ、豊さんお願いします。最高の称号を豊さんにつけたい。さあ何が来るか、おお打撃を極めし、オッケー、素晴らしい称号がつきました。これで全体能力が大幅に上がりましたね。よかったよかった、これでミート A、 パワー B、 走力 A というね素晴らしい高木豊さんがここに誕生したという形でございます。 OKOK、 まあこれはいい形になったんじゃないかなと思います。うん、強い、ありがとうございます。でおそらくこの動画の最後になるであろう選手はこちらでございます。はい、浜口選手ですね。もうここは勝利の下、もしくはミスターコントロールとかが来ると請求 C に持っていくことができるので見栄え的には良くなるかなっていう感じではあるんですけど、まあその辺はそうですね、まあ勝利の下、ミスターコントロール、精密機械あたりが来てくれればいいかなっていう感じですかね。よし、行きましょう。浜口選手も多分 A ランクも大量にあるんでね。はい、行きましょう。この浜口選手のこのシリーズ2の写真はもう緑のグローブが強烈すぎますね。緑の存在感が強すぎる。さあ、苦労して手に入れた浜口選手の喧嘩投法。いやー、シリーズ2本当に序盤戦ね、かなりこの浜口選手当たったのも懐かしい思い出です、今となっては。さあ、星3以上来た。さあ、おー、火の玉ボール。まあ、星4来てくれたのはありがたい。うん。まあいいですね。OK です。さあ、この流れで、もう浜口選手は勝利のシャツけたいな、ぜひとも。ずーっとシリーズ2、S ランクも追い求めてきましたからね。最終的にはめちゃくちゃミキサーとかでも被りましたが。お、来た。ミスターコントロール。あ、まあ、OK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 。これだったらミスターコントロールでいきましょう。よし。まあ、請求 C はいけましたね。これでだいぶ見栄えが。よくなりました。オッケーオッケー。まあこうなってくると正直結構もう気は楽なんですが、あとは勝利の下1点狙い。おお、また来た、星3以上。さあ精密機械いや、いい称号は連発していくんだよな。なぜかコントロール C をね狙って、さっきこの2つって言ったんですけど連発していきましたね。よいしょ、おお、また星3以上、いいね。火の玉ボール帰ってきた、おかえり火の玉ボール。よいしょ、まあさすがにね、そんなに星音連続しませんね。針の穴を通す請求、これも多分コントロール C 行くやつじゃない、行きますよね。ちょっと流れ止まったか、全力投球。いやー、勝利の射程つけたいな。ミスターコントロールでももちろん全然悪くはないんですけど。さあ来た、星3以上来い、
魂の投球。いやもう浜口選手といえばやっぱりあのこの間ではないわ、一昨年の日本シリーズ、一昨年の日本シリーズのあの投球、僕は現地で見てたんですけど、いやあれこそまさに魂の投球ですよね。さあ頼むよ。全力投球。針の穴、穴を通していく。ラストです、頼む、勝利の下欲しい、お願いします。ラスト称号チャレンジ。粘りの投球ということで、まあ、このまま一気に流れでね、オーダーの話もしていっちゃおうかなと思うんですけども、ちょっと先に投手から行こうかな。なんで投手から行くかっていうと、さっき称号をつけたこの東選手なんですけど、東選手がなんでこれじゃダメかっていう話なんですけど、今現状ですね、DeNA 投手陣は、超力戦奮闘っていう球威型のコンボが出ているんですけども、この東選手が、元々の球威制球同値の場合だと、制球型6人っていうコンボもね、出せるんですよね。まあ、東選手に関してはやっぱり元々のね、球威制球同値の方が色々都合がいいというところにはなってくるんですよね。てかまあそうか、これの場合だと東選手制球型になっちゃってもまあ OK といえば OK なのかっていう感じではありますが、まあでも超力戦奮闘もね、出せるだけ人数出した方がいいと思うので、まあ9位制球の同値でやっぱり勝利した魂の投球っていうところを東選手は追い求めていきたいかなと思います。あとは DeNA 純正で考えていくと、さすがに超変幻自在は無理でしたというところですかね。ここは多分全 DeNA 純正の方が変幻自在が限界なんじゃないかなと思うんですけど、まあ、超変幻自在という上のコンボまではいけなかったというところでございますと。あとは特殊能力も全部上げた上で、投手の、特殊能力コンボとしてはこんな感じになりましたと。極みドクター系と極み一級入魂かな。ちょっとこの辺がむしろ余りすぎてるぐらいなんで、ちょっと本当はもったいないっちゃもったいない部分もあるんですけど、まあコンボ発動数値的には多分大きくなるはずなので、まあこの辺は期待しておきたいかなと思います。まあ投手陣で言ったらね、やっぱりこのパットン選手が取れなかったのはちょっと悔やまれますが、まあただ称号は素晴らしいものがついていて、 QEA というところは言っているので、まあ今このオーダーの話をしてて、ちょっとこれ難しい話ですけど、この剛腕投手陣っていう点では東選手 QEA でも悪くないんだよな。いやちょっとこれ難しいな、複雑なところでありますが、まあちょっといろいろ悩みたいかなと思います。まあ最悪これでもいいな、最悪これでも OK かなっていう気になってきたというところで、まあパットン選手も称号でね、 QEA まで持っていけてるのは非常に大きいですよというところでございましたと。ここはもともとね78か78なんで、まあ結構上げるの大変っちゃ大変なんですけど、まあまあ OK ですと。ただでもいろいろなこの辺とか請求型持ってってるからな、まあいろいろちょっとこの辺球威請求同値のためにいろいろ頑張ってきた部分はあったので、まあちょっといろいろほんと複雑ですが、まあまた考えたいかなと思います。あとは野手ですね。 DeNA 純正で今回かなり差がつく部分は野手になるかなと個人的に思っていて、純正をやってない方だとなかなかちょっとわからない話も多いかもしれないんですけど、今回 DeNA 純正のオーダーパターンは約多分3パターンぐらいあるかなって思ってるんですよね。まあ僕もですね、いろんなパターンのオーダーは考えて、まあ投手に関しては全く同じなんですけど、野手はね結構入れ替え、激しいパターンを用意したんですけど、まあ結果的に、まあ、コンボを考えたら正直これを行きたかったところはあったんですけど、まあちょっとさすがにスピリッツが落ちすぎるかなっていうところもあったので、まあこれはちょっと断念したんですが、超大胆不敵パワー型のコンボかつパワー A8 人っていうところも一応狙えるっていう感じにはなってくるので、これはね非常に激アツといえば激アツなんですよね。まあちょっとこのオーダーパターンで想像して組んでなかったので、合計特殊能力下がっちゃってコンボも下がっちゃってるんですけど、多分これ最大でもっと1300ぐらい見えるのかな、さらにもっと追い求めていけば1800ぐらい見えてくる、パターンのオーダーではあるんですけど、まあちょっとこれは断念しました。はい、もう1パターンあったのが一応これミート8人パターンっていうのもあったんですが、これだとね鈴木孝則選手が使えるんですよね。その点を考えていくといいかなっていうのはあったんですけども、倉本選手の勝利の下を外してミート型に持っていかないといけなかったりとかっていう難しさ、あとはポンセ選手の同値チャレンジやんないといけなかったりとか、あとはロッペン選手ももっと同値を追い求めないといけなかったりとかっていうところもあったので、すごい難しいなっていうところであったんですけども、まあ結果的にこれも採用しませんでしたと。まあこれもねステータス考えたら結構強いはずなんですよね。ステータス考えたら結構77ミート77は非常に強烈じゃないかなと思うんですけども、最終的にはまあいろんなバランスを考えて今使っているこのオーダーにしましたというところでございました。まあ個人的にこれは結構満足した形です。なんだかんだね、もちろん OBTS っていうところも当然使いたいんですけども、やっぱり現役選手、今 DeNA ベイスターズで活躍している選手たち使いたいなっていう部分も正直あるので、もちろん OB 選手ピンポイントでね使わせてもらったりもしてますけども、まあ、現役選手しっかり使いたいなっていうのもあったので、まあ、今現状はこれにしてます。
で、まあ一応コンボとしては総力型8人ですね。超疾風陣雷という、普段12球団オーダーだったらなかなか使わない総力型のコンボなんですけど、これを発動させてますと。まあ普段ね、ミート型パワー型とかを重視して組んでるので、まあ純正ぐらいはね、総力型で組んでみるのも面白いんじゃないかなということで、今現状はこれを使ってます。まあこれを軸に考えていって、その上で、これですね、重量打線パワー A 以上の選手を4名以上という部分と、ミート A 以上の選手を4名以上というね、この2つも出せているので、まあまあ良かったかなというところですね。うん、まあ一応昇降チャレンジそんなに大きく関係はなかったんですけども、まあ、宮崎選手と、あれですね、高木豊さん、この2人が、今の昇降チャレンジによって、加わってくれたので、まあこれは数値的にもね、ありがたい形になるんじゃないかなと思います。あとは音速ランナーズっていう部分も、総力 A の選手4名以上、あ、でもこれ大和選手そうか、これ考えると総力 A っていう部分は非常に大きかったですね。うん、って考えていくと大和選手はそこまで勝利の使者追い求めなくてもよかったのかなっていう感じがしてきますね、これを見るとね。まあなんかいろいろこのオーダーの話をしながら僕も発見していくみたいな感じになっちゃいましたが、まあ非常にいい形になっているんじゃないかなと個人的には思ってます。うん、結構満足してます。あとはあんまり多分ね、出してる方少ないと思うんですけど、12球団オーダーだとなかなか出せないコンボだと思うんですけど、このコンボですね、このコンボ多分初めて出たんですけど、流し打ち粘り打ち20丸レベル5以上を所持してる選手を3名以上ということで、高木豊さん、桑原選手、伊藤選手というところで、このコンボが出せましたと。うん、これは非常に新しい発見でしたね。こんなコンボあるんやって感じでした。まあちょっとね、細かいオーダーの話というか、全ユーザーに通用するお話に関してまとめてね、解説の方を出したいと思いますので、まあその動画を見た後にもう一回この動画を見ていただけるとですね、今この動画を見ている時にあんまりコンボの話わかんないなと思っている方も、まあ最終的にああそういうことを言ってたんだなっていうのがわかると思いますので、まあちょっとそんな動画はね、ちょっとできる限り早く出したいと思います。本当はねこの前に出したかったんだけどな、まあちょっといろいろ積み重なっちゃって無理だったんで、その辺は後ほど出していきたいかなと思います。はい、というわけでございまして、まあちょっといろいろとね、今回の動画多分長く語っちゃったと思うんですけども、まあこの形で最強決定戦戦っていきたいと思います。まあまずは本当にね、たくさんの応援ありがとうございました。まあまだまだ個人的にはね、昇降チャレンジ追い求めていったりとか、もしくはあと多分 OB 再臨とかもね、おそらく来るんじゃないかなと、大会期間中に来るんじゃないかなと思ってるので、まあそこで番長三浦選手とか、まあその他選手の、まあ、その昇降チャレンジ上の A ランクとかっていう部分も追い求めていきたいかなと思います。一応限界突破コーチを使うっていう選択肢もあったんですけどね、まあちょっととりあえず今現状は使わずに置いてます。はい、ということでございまして、まあ今回はねこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。まあもちろんこの最強決定戦昨日も言いましたが、エントリーしている方もエントリーしてない方もいると思うんですが、まあエントリーしている方はお互い頑張りましょう。そしてまあエントリーしてない方はね、もしよかったらぜひね、この最強決定戦 DNA 純正応援していただければと思います。ということで、この動画が良ければ高評価、チャンネル登録、そして Twitter のフォローとよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。